Why does Maria in this painting, who has the infant Jesus in front of her, have such a quiet expression and still wear mourning? William Adolphe Bouguereau, who appeared around 1900, also drew similar pictures. In these paintings of William Adolphe Bouguereau, Maria, depicted here, wears her mourning with a quiet expression. Please note that the woman who is believed to be Virgin Mother is also wearing her mourning dress. I can understand that Maria in the Pietà statue is wearing her mourning. Maria is because she holds her dead in her chest. But why does Maria, who has her infant Jesus in front of her, wear the same mourning? Both Maria in the Pietà statue and Maria drawn by William Adolphe Bouguereau have a hand gesture called Signum Mariano. It is a Jewish hidden hand gesture. Because Maria and Jesus depicted in these sculptures and paintings are not Virgin Mother, who is said to be Mother of Jesus and Jesus. Maria depicted in these sculpture and paintings is, I, Hiroshi, claim, Maria of Bethany, and the infant depicted here is her son Judah, born between Shammah Jesus and Maria of Bethany. I, Hiroshi, will explain these facts one by one each time in this following video. But there is another big mystery which remains. Why did William Adolphe Bouguereau, who appeared 1900, know these facts? Once again, have a look at Maria's clothes, holding the infant Jesus in Bouguereau's paintings. She's wearing her mourning. In other words, it is I, Hiroshi Hayashi, who discovered and announced these facts after 2012. These are facts that William Adolphe Bouguereau never knew about them. In other words, William Adolphe Bouguereau may also be King Christ puppet artist who appeared around 1900. It may be a long video, but I'll explain who Maria is and who Jesus is with evidence in this following video. The woman depicted in this sculpture and paintings is Maria of Bethany, the wife of Shammah Jesus, and her infant is a son named Judah, born between Shammah Jesus and Maria of Bethany. なぜ幼児のイエスを前に置くマリアはこのように静かな表情でなおかつ喪服を着ているのでしょうか。同じような絵を1900年前後に登場したウィリアム・アドレフェ・ブーグローも描いています。この絵の中でもここに描かれているマリアは静かな表情で喪服を着ています。マリアと考えられている女性が喪服を着ている点に注意してください。ピエタ像の中のマリアが喪服を着ているということには私は納得できますが、子供のイエスを前に置いたマリアが、繰り返します、子供のイエスを前に置いたマリアがどうして
同じ喪服を着ているのでしょうか。またペーター像に表現されているマリアも、ブーグローが描いたマリアも、共にシグナムマラーノと呼ばれるハンドジェスチャーをしています。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。なぜでしょうか。その理由は簡単です。なぜならこれらの彫刻や絵画に表現されているマリアやイエスは、イエスの母親と言われているバージンマザーやイエスではないからです。これらの彫刻や絵画に表現されているマリアはベタニアのマリアであり、またここに表現されている子供はシャマーシエスとベタニアのマリアの間に生まれた息子のユダだからです。こうした事実をこの動画の中で順に説明していきますが、もう一つ大きな謎が残ります。なぜこうした事実を1900年前後に登場したウィリアム・アドレフェ・ブーグローが知っていたかということです。もう一度ブーグローの絵の中のイエスなる子供を抱くマリアの衣服を見てください。つまりこうした事実を発見し発表したのは2012年以後の私林博史だからです。ブーグローが知る由もなかった事実ということになります。言い換えるとブーグローもまた1900年前後に現れたカイン・キリストの操り人形芸術家ということになるのではないでしょうか。長い動画になりますが、マリアとは誰か、イエスとは誰か、それをこの動画の中で証拠を添えて一つずつ説明します。長い動画になりますが、マリアとは誰なのか、イエスとは誰なのか、それをこの動画の中で証拠を添えて説明します。これらの彫刻や絵画に表現された女性は、結論を先に言えばシャマーシュ・ジーザスの妻のベタニアのマリアであり、またその子供はシャマーシュ・イエスとベタニアのマリアの間にできたユダという名前の息子です。広志林、浜松シティ、ジャパン。動画を見ながら説明します。左がピエタ像です。そのピエタ像の後にミケランジェロが彫刻したと言われているのが右の聖母子像です。で、この両者といいますか、2つの彫刻に表現されているマリアなる女性の顔を比較してみてください。左は、一般説によればですね、イエスが処刑された後、そのイエスを抱くバージンマザーのマリアであると言われています。また右の聖母子像のマリアはですね、まだイエスが子供の頃のマリアということになるわけです。ところがですね、顔を見ると年齢があべこべなんですよね。しかも左のマリアはですね、どう考えても50歳前後のマリアということになりますけれども、50歳前後のマリアには見えないわけですよね。むしろ聖母子像のマリアよりも若く見えます。なおかつこの左のね、ペーター像が喪服を着ているというのはですね、一般説に従ってもその理由はよくわかるわけです。少なくとも繰り返しになりますけれども、50歳前後の女性には見えないということだけではなくてですね、左の女性が喪服を着ているというのはそれはわかるわけです。亡きイエスを抱いているからということになるわけですね。ところがじゃあなぜ右の聖母子像のこのマリアはですね、より年を取って見えて、なおかつ喪服を着ているかということになるわけです。
まあ、喪服ということも断言できないのかもしれませんけれども、ともかくも左のピエタ像の中のマリアと右の聖母子像の中のマリアが同じ服を着ているということになるわけですよね。で、中央に中世の喪服を皆さんにご覧いただいてますけれども、この喪服と同じものがですね、先ほどから紹介してますウィリアム・アドレフェ・ブーグローの絵の中にも描かれているわけです。なぜ子供のイエスを前にしてですね、喪服を着ているかということになるわけです。あるいは喪服でないならば、逆にペーター像のマリアはなぜ喪服を着ていないのかということにもなるわけですね。ともかくも中央下を見てください。中央下の左はですね、少なくとも50歳前後のマリア、右の方は、まあ、16歳でイエスを設けたとするとですね、17、8歳のマリアということになるわけですけども、顔の表情から受ける年齢がですね、あべこべだということです。で、結論を先に言うとですね、左は亡き夫シャマシエスを抱くベタニアのマリアということになるわけです。右は、まあ、聖母子像ということになってますけども、ベタニアのマリアがですね、夫シャマシエスとの間にできた子供、名前をユダと言いますけども、そのユダを前にして、まあ、このように佇んでいる像ということになります。で、左今赤丸をつけてますけども、じゃあなぜここに聖痕があるかということになるわけですよね。小さな聖痕ですが、この聖痕はですね、後から誰かが辻褄合わせのためにつけた聖痕ということになります。その理由はですね、この、まあ、この胸に抱かれているシャマシエスには聖痕がありますが、しかし足の裏から撮った写真が手に入りました。その足の裏から見るとですね、聖痕がないということです。つまりこの聖痕はですね、後から辻褄合わせのために誰かが作ったという、まあ、聖痕ということになるわけですね。そしてウィリアム・アドレフェ・ブーグローの話に戻って結論としますけれども、ウィリアム・アドレフェ・ブーグローもですね、こうしたイエス、一応マリアとイエスということにしておきますけれども、マリアとイエスの像を描きながらですね、シグナム・マラーノの、まあ、ジェスチャーを表現しているわけです。まあ、今までの流れからしてですね、マリアがですね、まあ、聖母マリア、ファージンマザーがですね、隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーなどをするわけがないわけですよね。それともかくもウィリアム・アドレフ・ブーグローはですね、このような形でシグナム・マラーノを表現しているということですね。そしてペーター像の中のマリアも同じシグナム・マラーノのハンドジェスチャーをしています。まあ、偶然の一致とはとても言えないわけですよね。つまり逆に考えますと、ウィリアム・アドレフ・ブーグローはですね、ペーター像を真似してこのように、まあ、絵を描いたということも取れますけれども、じゃあなぜそのウィリアム・アドレフ・ブーグローの描いた聖母子像のマリアはですね、いわゆる喪服を着ているかということになるわけです。で、ペーター像の中に表現されているシグナム・マラーノをもう一度見ていただきたいと思いますけれども、これは偶然の一致とは言えないということになります。で、先ほども言いましたように、ここに表現されている、まあ、女性はですね、つまりはベタニアのマリアであり、抱かれているのはですね、夫のシャマーシイエスであることをこれから順に証明説明していきます。長い動画になりますが、どうかご覧になってください。Bible says nothing about how old Mother Mary gave birth to Jesus. There are some explanations about her age from 13 to 16, or generally speaking, there is a theory that she is around 13 years old or around 16 years old. Then it is understood thatShe was around 16 years old when she gave birth to Jesus. On the other hand, Jesus was supposed to have been executed at the age of 33. So, when Jesus was executed, Mother Mary was around 16 plus 33 equals 49 years old. 49 years old. Also, the child
who is said to be Jesus as depicted in Michelangelo's Madonna and Child is thought to be seemingly around 3 or 4 years old. From these ages, the age of Mother Mary of the Madonna and Child is calculated, and at that time, Mother Mary is around 19 years old. Also, if you calculate the age of Mother Mary when Jesus was executed, the age of Mother Mary at the time will be around 49 years old, or almost 50 years old. However, here, please compare the face of Mother Mary expressing the Madonna and Child with the face of Mother Mary expressed in the Pietà. Actually, Mother Mary depicted in the Pietà does not look like a lady of around the age of 49, but also very strangely looks younger than the Mother Mary in the Madonna and Child, which is thought to be around the age of 19. This is important, so please check these facts with your own eyes carefully. Moreover, it is natural and understandable that Maria in the Pietà is wearing her mourning. But then, why is Maria in the Madonna and Child wearing her mourning? What's more, why does Mother Mary's face look so sad and sorrowful with a young boy? Why? And why? In a series of videos, I, Hiroshi Hayashi, will explain why, and why.聖書はマリア、つまりマザー・メアリーが何歳の時イエスを産んだかについては何も書いていません。13歳前後、あるいは16歳前後という説がありますが、16歳前後ではなかったかというのが一般説ということになります。16歳前後です。一方、イエスは33歳の時に処刑されたことになっていますので、イエスが処刑された時にはマダーメアリーは49歳前後になっていたと思われます。つまり50歳近くということになります。また、ミケランジェロの聖母思想で表現されているイエスと言われている子供は3、4歳頃と思われます。これらの年齢から聖母子像のマザーメアリーの年齢を計算すると、その時マザーメアリーは19歳前後ということになります。繰り返しますが、イエスが処刑された時のマザーメアリーの年齢を計算すると、その時のマザーメアリーの年齢は49歳ということになりますが、ここで聖母子像に表現されているマザーメアリーとペーター像に表現されているマザーメアリーの顔を比較してみてください。実際にはペーター像に表現されているマザーメアリーは49歳前後には見えないばかりか、いいですか、49歳前後に見えないばかりか、19歳前後と考えられている聖母子像のマザーメアリーよりも若く見えます。ここが重要ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認してください。さらに言えば、ペーター像のマリアが喪服を着ていることについては、それは当然のことであり理解できますが、となると、なぜ聖母子像のマリアが喪服を
来ているのかということになります。さらに言えば、そのマザーメアリーの顔はなぜこうまで暗く深い悲しみに満ちた顔をしているのかということにもなります。なぜか、なぜか、なぜか。一連の動画の中でここに書いた謎について考えてみます。つまり皆さんはこの矛盾をどう考えますか。なぜか、なぜか、なぜか。広し林浜松シティジャパン。Luke chapter 10. As Jesus and his disciples were on the way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had been made.She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary had chosenWhat is better, and it will not be taken away from her. ルカ伝第10章には次のようにあります。イエスとその一行がある村にやってきた時のこと。そこは一人の女性、つまりマルタと呼ばれる一人の女性がいて、そのマルタがイエスたち一行を家の中へ迎え入れました。しかしマルタには一人の妹、メアリーという名前の妹がいたのですが、そのメアリーはイエスのそばに座ってイエスの話をじっと聞き入っていました。しかしマルタはその準備で大変な思いをしていました。そこでマルタはイエスのところにやってきてこう言ったのです。主よ、主よ、どうか私の妹に私の仕事を手伝うように言いつけてください。するとイエスはマルタにこう言ったと言われています。マルタよ、マルタ、あなたが心配している、そして動揺している気持ちはよくわかります。がしかし今あなたの妹のマリアは一つのことが必要なのです。マリアはそのより良い一つのことを選んだのです。その一つのより良いこと、一つのことを彼女から取り去ることはできませんと。ここでイエスが言ったところの一つのこととは何なのか、つまり神の道というふうにも理解できますが、ひょっとしたらひょっとして、つまりイエスとの結婚を意味したのかもしれません。ともかくもここで言う一つのこと、つまり第一の仕事ということになるわけですけれども、その一つのこととは何か、最も重要な仕事とは何なのか、まあ、それについてこの動画の中で考えてみたいと思います。広し林浜松シティジャパン。According to the collation of other documents,
Michelangelo's painting entitled The Entombment is supposed to be Michelangelo's work drawn in 1501, but no one knows if it's really a Michelangelo's work. In other words, The Entombment is supposed to be a painting in full mysteries. By whom and when was the entombment drawn? It seemed to have a long and complicated story in it, but only one thing is clear, that a very important message of God was hidden in its painting. Michelangelo Net official website writes about the entombment as follows. The entombment, which is displayed in London National Gallery, is now widely attributed to the master of the Italian Renaissance, Michelangelo Buonarroti. This unfinished painting is thought to be the altarpiece that was commissioned from Michelangelo for the Church of Sant' Agostino in Rome around 1501. However, it was never delivered, and Michelangelo returned the payments he had received. Perhaps because the entombment is unfinished, there is no surviving reference to the painting by any of Michelangelo's contemporaries. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵について、他の文献の称号からミケランジェロの埋葬と題された絵画は一応1501年に描かれた作品ということになっていますが、それがミケランジェロの作品かどうか本当のところ誰も知りません。1640年代になって初めてそれがミケランジェロの作品として公式に認定されました。つまり埋葬は謎に満ちた絵画ということになっています。誰によっていつ埋葬は描かれたのか、それを話せば長くて複雑な話になりますが、それはともかくもこの絵画の中には神から人間に与えられた重要なメッセージが隠されていたことだけは事実です。広島やし、浜松シティ、ジャパン。This is a statue of Pietà sculpted by Michelangelo Buonarroti. So, have you ever thought like this way about these things, about the Pietà? Why is a woman in the Pietà sculpted by Michelangelo Buonarroti wearing a mourning dress? Then you might say that it's quite natural because Mother Mary is mourning the death of her son Jesus. In mourning the death of her son Jesus,
Mother Mary is wearing a morning dress. Okay, then I will ask you again. This is also a sculpture named the Virgin and Child, sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is generally said that a boy standing in front of the woman is baby Jesus. But then, why is Mother Mary in this Virgin and Child wearing the same mourning dress? Moreover, Mother Mary in the statue of Pietà and Mother Mary in the statue of the Virgin and Child have the same face. Both are young and beautiful. Why? So, I, Hiroshi Hayashi, have come to a conclusion. The woman in the statue of Pietà is Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus. Embraced in her chest is Shamash Jesus, who was murdered before being crucified. The woman in the Virgin and Child is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. And standing in front of her is her son Judah, who was born between Shamash Jesus and Maria of Bethany after the death of Shamash Jesus. However, one mystery still remains. The stigmata, those who are very small, are represented on his hand and foot of Shamash Jesus in the statue of Pietà. Why? Shamash Jesus was murdered before being crucified. Then, there must have been no stigmata. Why are there stigmata on Shamash Jesus' hand and foot? It's a small, really small stigmata, but beyond this small stigmata, a huge mystery was hidden. That is a huge mystery that turns the history of the Christian churches upside down. Today, I, Hiroshi Hayashi, will try to solve the mystery. これはミケランジェロ・ブアノルティが彫刻したと言われているピエタ像です。で、そのピエタ像について皆さんはこんなことを考えたことがありますか？なぜミケランジェロが彫刻したピエタ像の中の女性は喪服を着ているかと。すると皆さんは息子イエスの死を悼んでいるマザー・メアリーだから当然のことであると答えるかもしれません。息子イエスの死を悼んでマザー・メアリーは喪服を着ているのだと。ならばもう一度お聞きします。これは同じくミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像です。一般には手前にいるのがベイビー・ジーザス、つまり赤子のイエスと言われています。がなぜこの聖母子像の中のマザー・メアリーは同じ喪服を着ているのでしょうか？しかもペーター像の中のマザー・メアリーと聖母子像の中のマザー・メアリーは顔が同じです。全く同じです。共に若くて綺麗です。イエスは33歳頃処刑されたと言われていますから、その時マザー・メアリーは50歳近くになっていたはずです。がどう見ても50歳前後の女性には見えません。若くて綺麗です。で、私林浩司はこう結論を出しました。ピエタ像の中の女性はシャマーシュ・イエスの妻のベタニアのマリア、そしてその胸に抱かれているのは十字架にかけられる前に殺害されたシャマーシュ・イエス。また聖母子像の中の女性はシャマーシュ・イエスの妻のベタニアのマリア、そしてその前に立っているのは
シャマーシュイエスとベタニアのマリアの間で生まれた息子のユダであるとですが、一つ謎が残ります。ペーター像の中のシャマーシュイエスの手と足には聖痕が表現されています。なぜでしょうか。シャマーシュイエスは十字架にかけられる前に殺害されています。となると聖痕はないということになります。どうしてシャマーシュイエスの手と足には聖痕があるのでしょうか。小さな小さな、本当に小さな聖痕ですが、しかしこの小さな聖痕の向こうには巨大な謎が隠されていました。それこそキリスト教会史がひっくり返ってしまうほど巨大な謎です。今日はその謎解きに私林浩司は挑戦してみます。浩司林、浜松シティジャパン。Wikipedia English writes about the crucifixion of Jesus as follows. According to the canonical Gospels, Jesus was arrested and tried by the Sanhedrin and then sentenced by Pontius Pilate to be scourged and finally crucified by the Romans. Jesus was stripped of his clothing and offered vinegar to drink after saying, I am thirsty. They then divided his garments among themselves and cast lots for his seamless robe, according to the Gospel of John. Also, according to the Gospel of John, after Jesus' death, one soldier pierced his side with a spear to be certain that he had died, and then blood and water gushed from the wound. The Bible describes seven statements that Jesus made while he was on the cross, as well as several supernatural events that occurred. イエスは一般には十字架にかけられ処刑されたと言われています。両手両足を釘で打ち付けられ、頭には茨の冠をかぶせられたと言われています。ヨハネの福音書によれば、イエスの死後、一人のローマ兵が槍でイエスの横腹を刺し、イエスが本当に死んだかどうかを確かめたということです。イエスは十字架の上で、いくつかの超自然現象とともに、七つの言葉を語ったと言われています。広志林、浜松市ジャパン。以上のようにしてイエスは十字架にかけられ処刑されたと言われています。でその後の様子を表したのが、ペーター像ということになるわけですね。でこのペーター像のイエスには小さな傷、つまり聖痕があります。他にミケランジェロは3体のペーター像を彫刻していますが、その3体には傷、つまり聖痕がありません。で聖痕にしてもですね、一番左のペーター像のイエスの聖痕は小さすぎるということですね。で拡大してみるとですね、鋭利な刃物で彫られたかのように、三角形に彫られ、釘で十字架に打ち付けられたにしてはですね、あまりにも小さいという点に注意してください。で、もう一度確認していただきたいんですけども、一番左の像には聖痕といいますか、傷があります。が、他の像には傷がありません。足の部分を比較してみました。これはどういうことかということなんですけども、要するに、ここに表現されている、イエスは、処刑されたイエスではないのではないかということになります。もっとはっきり言えば、ここに表現されているイエスは十字架にかけられ
処刑される前にすでに死んでいたということになります。その様子を表したのが中央の瀕死の奴隷と言われている像です。そして右の埋葬ということになります。この3人には胸に奇妙な帯を巻いています。私はこの帯を攻め具の帯と考えています。つまりこの攻め具を使って胸を締め付けられ、イエスはその前の段階で殺されていたということになります。詳しくは別の動画で説明していますから、どうかそちらをご覧になってください。で、これら3人にはやはり聖痕がありません。つまり傷がないということです。で、これもまたイエスは処刑前にすでに殺されていたという証拠の一つということになります。ここが重要ですから、皆さん確認してください。つまりペーター像に表現されているイエス、そして、瀕死の奴隷のイエス、そして埋葬の中に表現されているイエスは、つまりは別人であったということになります。がミケランジェロ・バラノティが彫刻したと言われているペーター像にはですね、聖痕がある、しかも小さな聖痕であるということなんですね。で、私はこの聖痕は後から誰かが辻褄合わせのために彫刻した聖痕ではないかと考えています。聖痕にしてはあまりにも小さすぎるということです。が、なぜ誰かがそんなことをしたかということですけども、その答えは続く動画の中にあります。Jesus, sculpted as a statue of Pietà, was not Jesus who was crucified and executed. The definitive proof came from
ひまわりさん who lives in Rome, Italy. It's just definitive proof. The stigmata on the Statue of Pietà is its proof of this. They are too small for stigmata. In addition, the stigmata is extremely childish. But that wasn't the only reason.Please review the foot of Jesus in the Statue of Pietà again. I got a picture of the foot taken from the back. Please watch carefully that there is no stigmata that should be on the back of the foot. In other words, the stigmata of Jesus expressed in the Statue of Pietà was stigmata thatsomeone later made or created to destroy the evidence. Or these wounds are those that were later deliberately created by someone to destroy evidence. Jesus depicted in the Statue of Pietà is Shamash Jesus who was murdered by people called Virgin Mary and two other people before being crucified and executed. Jesus who was crucified and executed is, that is to say that, a replacement of Jesus. The photos sent by Himawari-san provided conclusive evidence to further support my theory that the executed Jesus was a replacement.ピエタ像として彫刻されているイエスは十字架にかけられ処刑されたイエスではありませんでした。その決定的な証拠がイタリア・ローマ在住のひまわりさんから送られてきました。まさに決定的な証拠です。ピエタ像に表現されている聖痕がその証拠です。だいたい聖痕にしては小さすぎます。加えて彫刻が極めて稚拙ですが、それだけではありませんでした。ピエタ像のイエスの足をもう一度正確に見直してみてください。足を裏側から撮影した写真が今回手に入りましたが、その足の裏側にはあるべきはずの聖痕がないのです。繰り返します。その足の裏側にはあるべきはずの聖痕がないのです。つまりピエタ像の中に表現されているイエスの聖痕は後から誰かが証拠隠滅のためにつけた聖痕だったのです。ピエタ像の中に表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前に聖母マリアと呼ばれる人たちによって殺害されたシャマーシュイエスです。十字架にかけられ処刑されたイエスは言い換えると替え玉イエスということになります。ひまわりさんから送られてきた写真が処刑されたイエスは替え玉であったという私林博氏の説をさらに裏付ける決定的な証拠となりました。もう一度左上のイエスの足の裏を見てください。あるべきはずの聖痕が表現されていません。ローマ在住のひまわりさん、どうもありがとうございました。あなたから送っていただきました写真が、つまりは決定的な証拠写真ということになりました。The Pietà, as you see here, is a statue sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is now in the first temple on the right of
St. Peter's Basilica in the Vatican City. It was sculpted and finished in 1498 to 1500 when Michelangelo was 23 years old. And then, next, Michelangelo sculpted and finished another one in 1501 to 1504 when he was 26 years old. A sculpture now named the Madonna of Bruges, or the Virgin and Child, which is also a marble sculpture. Lots of explanations and interpretations have been made about these two sculptures, but I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different interpretation about these statues. The lady sculpted in the Pietà is not Mother Mary, but Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus, who was murdered by Inanna Maria, John the Baptist, and Judah the traitor. Shamash Jesus was already dead before he was crucified. Then, next, the lady sculpted in the Virgin and Child is also Maria of Bethany, and the boy who is standing upright in front of Maria Bethany is Judah, the son of Shamash Jesus. Then you may ask me why the boy's name is Judah after Judah the traitor. There may be a story of the deepest love in the name of the boy. Yes, it may be a long story for us humans, but I, Hiroshi Hayashi, would prove each fact with evidence one by one. It is said that Michelangelo Buonarroti's panel painting of this was drawn around 1500 years, and that is a painting titled The Entombment. But I don't really know if it's really a panel painting painted by Michelangelo. This is because the panel paintings only show the facts I, Hiroshi Hayashi, had discovered after 2012. But that's not the point for today. In the picture, they're painted from the lower left, an angel, John the Baptist, in the upper center, Judah the traitor, in the upper right, Maria of Bethany, a sister of Martha. Maria of Bethany is a wife of Shamash Jesus, and to the left of her, Inanna Maria, and in the lower right of it, Fumbaba, Shamash pet master. Of course, the half-dead person who closes his eyes in the center is Shamash Jesus. Shamash Jesus was already killed or murdered by the three people, John the Baptist, Judah the traitor, and Inanna Maria, before he was crucified on the cross. The picture entitled The Entombment is a painting that expresses these facts, but in this video, we pay attention to the two women standing in the right. On the left is Inanna Maria, known as Madonna, and on the right is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. Please pay attention to the eyes and facial expressions of the two. Inanna Maria's eyes are so sharp, and nictitating membrane is depicted in her eyes. And then it seems that Maria of Bethany has traces of torture. Her left eye is swollen and has a large bump-like scar on her face. The wife of Jesus
Maria of Bethany may also have been tortured together with Shamash Jesus. Also, please notice her sad face and her face is away from Shamash Jesus because she is his wife.最初からもう一度日本語で説明します。ミケランジェロが1500年前後に描いたと言われているパネル画、それが埋葬と題された絵画ですが、本当のところ、つまりそれが本当にミケランジェロが描いたパネル画であるかどうかについては分かっていません。また私もそう思っていません。というのも、そのパネル画の中には2012年以後、私、林浩司が発見した事実ばかりが描かれているからですが、それが今日のポイントではありません。この絵の中には、左下から天使バプティストのヨハネ、中央上に裏切り者のユダ、右下にマーサの妹でもありシャマーシュイエスの妻であったベタニアのマリア、そして左にはイナンナマリア、さらにその右下にはシャマーシュのペットモンスターであったフンババが表現されています。もちろん中央に半死の状態で目を閉じている人物がシャマーシュイエスということになります。シャマーシュイエスはバプティストのヨハネ、裏切り者のユダ、そしてイナンナマリアによって十字架に貼り付けになる前にすでに殺されていました。埋葬と題された絵はそれを表現した絵画ということになりますが、この動画の中では右に立っている2人の女性に注意してください。左にいるのがマドンナと呼ばれているイナンナ・マリア、そしてその右に立っているのがシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです。2人の目と表情に注意してください。イナンナ・マリアの目は鋭く、大変鋭く、その目の中には瞬膜が表現されています。またベタニアのマリアの顔には拷問を受けたような痕跡が残っています。その左目は腫れ、顔にはコブのような大きな傷まで残っています。イエスの妻、つまりベタニアのマリアもまた何らかの拷問を受けていたのかもしれません。悲しげな表情をし、顔をシャマーシュイエスから遠ざけている姿に注意してください。夫イエスの死に耐えられなかったからだと私林浩司は考えています。浩司林、浜松シティジャパン。でここではですね、マリア、イナンナマリアのこの目に注意してください。極めて鋭いと言いますか、冷徹な目をしています。白人の女性の場合ですね、このような目を持っている女性は大変少ないと思います。
下がですね、まあ、鋭い目として紹介されている写真です。で、上がイナンナ・マリアの目ということになります。そしてこの目の中にはですね、右の方に瞬膜が表現されています。今、赤枠で囲ってみました。私、林浩司はこれを瞬膜と判断しました。で、その右に立っている女性がイエスの妻、つまりベタニアのマリアということになります。イエスの世話係をしていた、まあ、ベタニアのマーサの妹ということになります。それについての動画は別のところで紹介しましたので、またそちらをご覧になってください。そのベタニアのマリア、つまりイエスの妻はですね、大変悲しげな表情をしてイエスから目をそらしています。まあ、まともにイエスの姿を見ることができなかったものと私は判断しています。そしてそのベタニアのマリア、つまりイエスのマリアの顔にはですね、どうやら虐待を受けた、まあ、痕跡が残っているのではないかということです。はっきりはしませんけれども、特に向かって右側の左目の周辺を見てください。普通ではありません。ということですね。続く動画の中でさらに詳しくそれについて考えてみたいと思います。Luke chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset.About many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけに全ての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに行って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広志林、浜松シティ、ジャパン。 That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was right.Because only one thing is needed, one thing, apparently, meaning listening to the teachings of Jesus. つまり、マリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉の
マルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのは、イエスの教えに耳を傾けることということになります。In 1980, a tomb was discovered in Jerusalem. The Lost Tomb of Jesus is a documentary co-produced and first broadcast on the Discovery Channel and Vision TV in Canada on March the 4th, 2007, covering the discovery of the Talipot Tomb. イエスの失われた墓は当初カナダのディスカバリーチャンネルおよびビジョン TV により共同制作され放送されたドキュメンタリー番組である。広志林、浜松シティ、ジャパン。 It was directed by Canadian documentary and filmmaker Shimka Yakubovich and produced by Felix Gorbev and Rick Esther Beanstock, while James Cameron served as executive producer. The film was released in conjunction with a book about the same subject, The Jesus Family Tomb, issued in late February 2007 and co-authored by Yakubovich and Charles R. Pellegrino. The documentary and the book's claims, however, have been rejected by many leading experts within the archaeological and theological fields, as well as among linguistic and biblical scholars. Six of the nine remaining ossuaries bear inscriptions. The Lost Tomb of Jesus posits that three of those carry the names of figures from the New Testament. The meanings of the epigraphs are disputed. The makers of the documentary claim that four leading epigraphs have been corroborated their interpretation of the inscriptions. As translated in the Lost Tomb of Jesus and the Jesus Family Tomb, they read as follows. Yahshua bar Yosef, or Aramaic for Jesus, son of Joseph. Maria, written in Aramaic script, but a Latin form of the Hebrew name Miriam, or Mary. Yose, a diminutive of Joseph, mentioned as the name of one of Jesus' brothers in the New Testament, Mark chapter 6:3. Yehuda bar Yehua, possibly Aramaic for Judah, son of Jesus. Mariamene e Mara, according to the filmmakers, this is Greek for Mary, known as the Master. Matria, Hebrew for Matthew, not claimed to be Matthew the evangelist, but possibly a husband of one of the women in an unmarked ossuary. And the filmmakers claim that there's evidence that Mary, mother of Jesus, had many relatives named Matthew.
このドキュメンタリーの重要なポイントはですね、イエスは結婚していて妻がいたということです。そして妻の名前はマリアであったということですね。そしてそのマリアはイエスの死後ということになりますけれども、子供を設けた男の子であった、そしてその名前はユダであったという点です。がこの説は例によって例のごとく完全に今は否定されている状態にあるということになります。ところがですね、私が調べてきた事実はですね、まさに今このドキュメンタリーで述べている事実を証明するといいますか、一致するということになります。これはただ単なる偶然の一致かというとですね、私が調べてきた範囲でもですね、今までの結果としてイエスは結婚していた、そしてその妻の名前はマリア、ただしマグダラのマリアでもなければですね、聖母マリアでもない、もう一人のマリアということになるわけです。つまりベタニアのマリアということになりますが、そのベタニアのマリアと結婚して子供を設けた、そして子供の名前をユダというということなんですね。こうした私が調べ上げてきた事実と先のドキュメンタリーの内容が一致している点に注意してください。で、それを表しているのがミケランジェロのペーター像ということになります。左がペーター像です。抱いているのはベタニアのマリア、そして横に倒れているのがシャマーシュイエスということになります。そして右を見てください。聖母子像です。全く同じ顔の女性が表現されています。ベタニアのマリアです。そしてそのベタニアのマリアの右下にはですね、子供が表現されています。この子供こそがイエスの子供のユダということになります。続く動画長いですけども、それをしっかりと証明してみたいと思います。どうかご覧になってください。 Bye for now。Initially, at the earliest stage of its history, Hillel led the way, and Inanna Maria and her brother Utz Shamash launched the archetype of Christianity. Another name for Hillel is Prometheus or Lucifer. That's why on the coat of arms of Vatican, three initials ofIHS are used by successive Roman Catholic popes today. In other words, they took the initials of Inanna, Hillel, and Shamash to make it IHS. The symbol mark of Roman Catholicism is a combination of the Inanna symbol mark representing Venus and the Shamash symbol markrepresenting the sun. But Shamash turned over to Mithraism on the way. That is why Shamash Jesus was murdered by the three of Inanna Maria, John the Baptist, and Judas traitor. It is Hillel's son, Marduk, who has succeeded Shamash Jesus and has protected his position. AndTogether with Marduk, it is Cain, Adam's son, who has assisted Marduk as a savior. The Cain became the human savior. So, Marduk Jesus and Cain Christ together are now called Jesus and Christ. By the way,
Shaman Jesus had a wife, a woman named Maria of Bethany is a wife. She was Martha's sister, Martha, who took care of Shaman Jesus. As her husband, Shaman Jesus was murdered, Maria of Bethany was deeply saddened. The statue of Pietà, which is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti, is a sculpture that shows her deepest sorrow. It is Maria of Bethany who has murdered Shaman Jesus, her late husband. And that Maria of Bethany was already pregnant when Shaman Jesus was murdered, and their son Judah was born. Maria of Bethany dared to name her son Judah. Judah was named after Judah the traitor who murdered his husband Shaman Jesus. This is important. It means that Maria of Bethany carried out Shaman Jesus' ultimate teaching, forgive your enemies. So, Maria of Bethany is the ultimate executor of love. In other words, the lady we now call the Holy Mary is Maria of Bethany. Besides these facts, another name for Inanna Maria is Ishtar. When Christianity became the national religion in the Roman era, Ishtar changed its name to Easter, and Roman Catholics still celebrate Easter as the largest festival.当初、ヘイレルが中心となり、イナンナ・マリアと彼女の兄のウツ・シャマーシュによってキリスト教の原型が立ち上げられました。ヘイレルのまたの名はプロメテウス、あるいはルシファーです。現在、ローマンカトリックの歴代の法王が使っているコート・オブ・アームス、つまり紋章に IHS と書かれているのはそういう理由によるものです。つまりイナンナ、ヘイレル、そしてシャマーシュの頭文字を取って IHS としました。なお、ローマンカトリックの紋章は金星を表すイナンナの紋章と太陽を表すシャマーシュの紋章を合体させたものですが、シャマー氏は途中でミトラ教に寝返ります。それが理由でシャマー氏イエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、それに裏切り者のユダの3人によって殺されます。そのシャマー氏イエスの後を継いでイエスの立場を守っているのがヘイレルの息子のマルドックということになります。そのマルドゥックを側面から助けていたのがアダムの息子のカインということになります。そのカインが現在人間の救世主、つまりキリストとなりました。つまりマルドゥックイエスとカインキリストの2人を合わせて現在その人たちをイエスキリストと呼んでいます。シャマーシュイエスには妻がいました。ベタニアのマリアという女性がその妻です。シャマーシュイエスの世話をしていたマルタ、マーサの妹です。夫シャマーシュイエスが殺され、ベタニアのマリアは深い悲しみに包まれます。その様子を表したのがミケランジェロブアノルティが彫刻したと言われているピエタ像です。亡き夫のシャマーシュイエスを抱いているのがベタニアのマリアということになります。そしてベタニアのマリアはシャマーシュイエスが殺害された時すでに身ごもっていました。そして生まれたのが
息子のユダです。ベタニアのマリアは自分の息子の名前をあえてユダとしました。夫シャマーシュイエスを殺した裏切り者のユダの名前を取ってユダとしました。ここが重要です。何時の敵を許せという、つまりはシャマーシュイエスの究極の教えをベタニアのマリアはそのまま実行したということになります。つまりベタニアのマリアこそが愛の究極の実行者ということになります。言い換えると、現在私たちが聖母マリアと呼んでいるその方はベタニアのマリアということになります。なお、イナンナ・マリアの別名はイシュタールです。ローマ時代にキリスト教が国教となるとイシュタールはイースターと名を変え、現在の今もローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。もう皆さんお分かりですね。私たちがアベマリアと呼んで尊敬してやまないその方は、つまりはベタニアのマリアということになります。I forgive people by forgetting them. 私はね、そういう人たちを忘れることによって、そういう人たちを許していますよ。
Hiroshihayashi, Hamamatsu City, Japan. Forgive and forget, not revenge and regret. 許して忘れるんですよ。決して復讐したり悔やんではいけませんよ。Forgive and forget, but never forget to forgive. You may find a happier heart is a key to a happier life. 許して忘れなさいよ。でもね、相手を許すことを決して忘れてはいけませんよ。あなたはね、幸福な心が、つまりは幸福な人生への鍵だということをね、知ることになるかもしれないよ。Forgive, you will have happiness. Forget, you will have satisfaction. Forgive and forget, you will have everlasting peace.Within and without. 許しなさいよ。そうすればね、あなたは幸福になれますよ。忘れなさいよ。そうすればね、あなたは満足感を覚えますよ。許して忘れなさいよ。そうすればね、あなたは永遠に続く心の安らぎをあなたの中にも、そして外にも持つことになるでしょう。 Remember, when you forgive, you heal, and when you let it go, you grow. 覚えておくといいよ。あなたが人を許したときにね、あなたは心が癒されるよ。そしてね、あなたがそれを解き放ったときにね、あなたも成長するんだよ。My plan is to forgive and forget. Forgive myself for being stupid. 私の生活信条はね、許して忘れることなんだよ。自分が愚かでバカなことをね、つまりそれを自分で自分を許すことなんだよ。I forgive people by forgetting them. 私はね、みんなのことを忘れることによって、そしてね、みんなを許しているんだよ。Forgiveness is a best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. 許すということはね、愛の最高の形なんだよ。それによってね、つまりごめんねということによって人は強くなれるよ。そして相手を許すことによってさらに強い人になることができるよ。 Forgive and forget. It may not change the past, but it gives the future a chance. 許して忘れなさいよ。そうすればね、あなたは自分の過去を変えることはできないけれども、でもね、未来にあなたはそのチャンスをつかむことになるんだよ。 Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you
deserve peace. 他の人を許してあげなさいよ。でもね、それはその人たちに許してもらう価値があるからではないんだよ。それはね、あなた自身に、あなた自身が心の安穏を手に入れる価値があるからなんだよ。Forgive and forget. Learn the lesson and move forward. 許して忘れなさいよ。そしてそれを学び、あなたは前に進むんですよ。I forgive a lot, but I never forget what's said and done. 私はたくさんのことを許すよ。でもね、私は決して自分が言ったこと、あるいはしたことは忘れないよ。Never forget the three powerful resources you always have available to you: love, prayer, and forgiveness. 生きることの力強い三つの源泉があることを忘れちゃいけないよ。それはいつもあなたの近くにあるもんなんだよ。つまりね、愛と祈りと、そして人を許すこと、それを忘れちゃいけないよ。 Forgiveness quotes to help you let go out of the past. 人を許すことによってね、あなたは過去の苦しみから自分を解放することができるようになるんだよ。 Forgive, forget, and move on. You release yourself from miseries when you forgive others. You are one level higher than those who keep grudges and unable to let go. 許して忘れなさいよ。そして前に進むんですよ。あなたがその人たちを許した時にね、あなたは自分の惨めさから解放されることになるんですよ。そしてあなたはね、怨念を心に持ち、そしてそれを解き放つことができなかった自分よりもね、一つ上のクラスの人間になることができるんだよ。私がオーストラリアで学生生活を送っていた時のことです。人とのトラブルで私が何かを悩んでいると、オーストラリアの友人はいつも私にこう言いました。ヒロシ、許して忘れろ、 OK？ と。英語では Forgive and Forgetと言います。聖書の中の言葉らしいのですが、それはともかく私は長い間この言葉の持つ意味を心のどこかで考え続けていたように思います。 Forgive、 つまり
許すは与えるためとも訳せます。同じように forget 忘れるは得るためとも訳せます。では何を与えるために許し、何を得るために忘れるのかと。ある日のことです。自分の息子のことで思い悩んでいた時のこと、ふとこの言葉が私の頭の中を横切りました。許して忘れろと。どうしようもないではないか。どう転んだところでお前の子供はお前の子供ではないか。誰の責任でもない、お前自身の責任ではないかと。途端私はその何が何であるかが分かりました。あなたの周りにはあなたに許してもらいたい人がたくさんいます。あなたが許してやれば喜ぶ人たちのことを言います。一方あなたには許してもらいたい人がたくさんいます。その人に許してもらえればあなたの心はどれほど軽くなることでしょう。つまり人間関係というのは総じてみれば許す人と許される人の関係で成り立っています。そこでもし互いが互いを許し、そしてそれぞれの嫌なことを忘れることができたら、この世の中はなんと素晴らしい世の中になることでしょうか。と言っても私のような凡人にはそこまではできません。できませんが自分の子供に対してならできます。私はいつしか出来の悪い息子たちのことで何か思い悩むたびにこの言葉を心の中で念ずるようになりました。許して忘れると。つまりその何についてですが、私はこう解釈しました。人に愛を与えるために許し、人から愛を得るために忘れると。子供について言えば、子供に愛を与えるために許し、子供から愛を得るために忘れると。これは私の勝手な解釈によるものですが、しかし子供を愛するということはそういうことではないでしょうか。そしてその度量、言い換えるとどこまで子供を許し、そしてどこまで子供を忘れることができるかによって親の愛の深さが決まると。もちろん許して忘れると言っても子供を甘やかせということではありません。子供に好き勝手なことをさせろということでもありません。ここで言う許して忘れるは、いかにあなたの子供が出来が悪く、またあなたの子供に問題があるとしても、それをあなた自身のこととして受け入れてしまうということです。たとえ我が子でも許せないとか、まだなんとかなるはずだと、あなたが考えている間は、あなたに安穏たる日々はやってきません。一方、あなたの子供もまた心を開きません。しかし、あなたが子供を許し、そして忘れてしまえば、あなたの子供も救われますが、あなた自身も救われます。なんだか込み入った話をしてしまいましたが、子育てをしていて袋小路に入ってしまったら、どうかこの言葉を思い出してみてください。許して忘れる。Forgive and forget と。それだけであなたはその先に出口の光を見出すはずです。